しない空はテレビや本じゃ足りない何かを僕にくれるんだ。いつか必ずこの広い空を自由に飛べる飛行士になるよ。光よりも速いスピードで夢を追いかけたい。星の海や時間の壁を突き抜けたら、誰も知らない秘密がきっと僕らを待っているんだ。僕らは漕ぎ出す胸に続く海へ、その胸には勇気とでかい好奇心を、時には傷つき笑顔を忘れたなんて、諦めない気持ち、どんな時もなくさないから。ナズミくんです。よっしゃ、ありがとうございます、さあ、ね、そういう高橋くんに、今日はいろいろ質問をしてみたいと思いますが、はい、なんか聞きたいことある人は、心が入ってね、はい、嫌だね、アイドルなんだから自分をもっと大事にして、じゃあ、今城くん、はい、こんだけやらしといて、はい、修行の人生だ。はい、頑張れよ。中橋さんはあれですけど、はい、いろいろ活動してらっしゃいますけど、はい、声優の方もされているということで、どういう役をやってらっしゃったんですか。そうですね、ちょっと前にデジモンアドベンチャーっていうのを、あれの虫をやってましたね。虫俺もよくね、虫に似てるっていう。それ顔だろ。そうですね、本当ワームモンっていう虫で、ワームモン、はい、で進化してこう合体してたんですけど、その後がゲームで、遥かなる時の中でっていうやつで、知ってるよ、はい、すっごいもう美形の、そうですね、いっぱい出てきて、それの8人のうちの1人やらせていただいて、イノイって、やっぱいい男はね、いいですね、いいね。じゃあ、女性からなんか、はい、高橋くんに質問あるかな。こう、演技の方でもご一緒させていただいて、で、今、歌で、こう、普段なんかやってる時って自分の心の中での違いみたいのってありますか。歌をやってる自分と、演技をやってる自分と、歌う時と、芝居する時と、芝居の時と、芝居の時はどうすか、喋るっていう今のこういう状況っていうのは、僕どうしてもぐにゃぐにゃしてなんかあまりかっこよくない、なんか軟体動物そんな感じなんですけど、でも歌の時はこう逆にこう普段の自分じゃないところっていうか、一番好きなところなので、すごく入り込んでやれるんで。どういう音楽を普段聴いてるの。普段は僕意外と民謡聴いたりとか。名物初めて。何してんの。あれ今ちょっとなんか、え、俺岩手出身なの。道の木握手。本当そう、沖縄じゃないのさ。じゃあスリルビー。スリルビー。本当。
キまでなんですよ。だからセクシーなんだ、2人で、ね、もっと大きい声で言って香りも岩手だったかもしれない。おいおい、さあ、はい、それではですね、高橋君、あの、はい、この番組はね、ええ、まあ、あの、こういうトークもありますけど、はい、メインはなんて言ったって、はい、やっぱりあのセッションを、はい、そうですね、そうですね、はい、あの生バンドで、はい、やろうということ で、生でまずはですね、はい、高橋君の歌いたい曲をですね、はい、この中ね、まあ、シンガー4人とギタリスト1人いますけど、はい、まあ、1人こう高橋君に指名してもらってね、はい、あのバトルバトルバトルセッション、なるほど、あ、いいっす ね、はい、もうどれでも、もうチョイスしていいよ。強そうな人。強そうな。ああ、一番強そうですよ。じゃあ、和田さん。わちゃお願いします。どこ出身だよ。さすがやっぱりあのいい男はね、見る目が違う。何ですか。マスターどうよ。その通り。はい、それでは早速聞いていただきましょう。太陽の背中です。どうぞ。どうぞ。けど青い空を眠れないまま見ていた朝日を待ちながら自分より大切な一人巡り合う瞬間寂しさの音色に迷い込んだ。お前は大人だけどは子供みたいだ。お前を守れる強さが欲しい。太陽は背中をどんな時も見せない。いつも笑いながら前を向いて生きてる。太陽になりたい。だから両手でお前に幸せを届けたいから。カゴの中の小鳥は傷つくこともないけど空の広さ知らない。土砂降りで心を新たに果てしない青空と鳥の厳しさと自由が愛。この手には何もない。だから何でも掴める。明日を守れる力が欲しい。太陽は涙をどんな時も見せない。そして辛くなったら闇の中で泣くのさ。太陽になりたい。輝いた笑顔でお前を未来まで運びたいから。一生は永遠に消えてる夜明けの星たちが一生が空でそこにある本当を抱いたら途端に大してる欠けてる夜明けの三日月は行こう。どうなるか分かんない人生見といたんだ。賛成一回試したい。生意気でかい心意気そんだけ幸せを感じる。絶対絶対絶対レッツゴー。生きてる。
から夜を経てお前に幸せを届けたいから太陽になりたい暖かな瞳で名のない花たちを照らし続けてゆこう太陽になりたい輝いた笑顔でお前を未来まで運びたいから Thank you!どうした今日は一段と元気なさげだね実はねマスター私どうしたホームシックになっちゃったの苦しくて寂しくて何寂しくてというのが東京都にお住まいの二十歳女性の方からのお悩みですそうかホームシックかあ母ちゃんの作ったあちあちのおいおいクリタンパクリテイエスクリテイってお前どこ出身だよおいあホームシックってことはじゃあ、うん、かおりちゃんは今、うん、アウェーにいるってことだなまあそういうことかまあねアウェーにで言ってもこう強圧にねこう戦えるなんていうのはメンタルな部分のこのレベルアップが望まれるかな、うん、でサッカーって大体アウェーって何よ早いってことかなそれは早いだよじゃなくてもうそういうことばかしてると許さんぜよすまんすまんすんませんはいじゃあこれちょっとだけねえ何こんだけやればうんいいこんだけやれば実家に帰れるんだろでも香織自分にとってのな変わらない場所っていうのがあるっていうのは幸せなことだよな人は離れてみて初めてそれに気づくんだよなマスター気に入ってくださいよ気に入ってくださいよお電話だちょっとごめんなあもしもしあ母ちゃんおー久しぶりさうん何さおどこいさおおおみんなにも俺会いたいさうん母ちゃんちょっと待っと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 ちょっとさあの俺も帰りたくなったからさこれ返してじおめえどこの出身だよじゃんじゃんじゃんかけた夕日見つめながら
アニメシアター機械だゼロワン ジ・アニメーション心を持つ機械ゆえの悲しみ衝撃のストーリーが今幕を開けるそしてセクシーに戦う女たちを描いた映画ガンドレスやあの名作映画ジャングル大帝も登場お楽しみに闇の末裔我が前に十王朝一の強大な魔力を持つ鈴木麻人を中心に現世をさまよう悪に次々と立ち向かう甘美にして怪奇なストーリー闇の末裔お楽しみに あとはもうですねラストライブを残すだけとなりましたが、なんでこんなとこいるんですか、この方々が今日は応援に駆けつけた誰だデカデカ天井に突っかえそうになっておりますがデカ高橋くん、はい、この方々は一体何なんでしょうか。ですね、あの2002 FIFA ワールドカップの公式キャラクターで、うん、見たことあるありますこれがアトーでニックでキャズ逆でしたアトーでキャズキャズでニックでニックキャズキャズキャズで僕キャズアトー偉いんだよアトーね、はい、監督なんだよね皆さんよりでかいですもん本当だすいません笑えんのさあ、出てねよこのキャラクターたちと、はい、高橋くんとの関係は一体いかにあの、実は僕、うん、このキャズの声をやらせていただいててはい、喋ってますそんで、その 3D アニメーションのエンディングテーマに僕の今から歌わせていただくキスユーがはい、ギュンギュンになってました、ね、はい、ということで、はい、聞いていただきましょう高橋直澄さんでキスユーですどうぞI'm not afraid.
ろそろお別れの時間が来てしまいましたが、高橋君、はい、今日の音楽館の感想はどうですか？そうですね、やっぱり今日歌った2曲とも、うん、お生は初めてなので、お生バンド初めてでございます。生はいいですね、テンション上がっちゃいましたね。え、下の方ではお生こっちでなんて言うの？もちろん普通にお父さん細かいこんないい男だよ。広いいいいいわけ。あ、でもね、あそこだろ、ふるさとは大変ですよ。そうだよ、お前隠してんじゃねえぞ。誰が隠してんですか、偽ってんのは。今日は大いにですね盛り上がりましたが、はい、アニパラ音楽館はそろそろこの辺りでお別れの時間がやってまいりました。ということで、また皆さんお会いしましょう。、はい、さよなら、さよなら、グッピー。新刊まで拾うものなし、なぜか知らず涙出たように、夢と希望の光求めて闇を引き裂くすごいやつ。関係ないぜ、冗談じゃないぜ、理想と現実をかき混ぜろ、ためらう胸もこぱれ気味、いざ行け我が道。とんでもねえやつらがやってきた、とんでもねえ時代がやってきた。腰は低くても誇り高く、時には怒りの高さ炸裂、ある時はただの寂しがり屋さん、そんな奴らの雄たけびが聞こえたら、真実一郎たちと漫才。